幻聴筆史、幻聴筆史、幻聴筆史は中世モンゴルの歴史書。モンゴル筆詞と呼ばれることもある。チンギスカンの一大記を中核に、その俗祖伝承から後継者、オホデイの知性のとまでの歴史が記されている。作者は不明。成立年は、諸説あるが、十三世紀中とする見解が主流である。一方、十四世紀前半であるとする説得力ある。仮説も存在する。 元朝筆詞はもともと交渉文学である。元朝筆詞の現存するテキストは12巻本と15巻本がある。原点はウイグル文字によるモンゴル語で書かれたと考えられているが、すでに失われている。ただ、17世紀のモンゴル5年代期、アルタントブチ、黄金氏に元朝筆詞と同系統の記述が含まれていることが知られ、 モンゴル語による写本が存在した証拠と考えられている。現存するテキストのうち十二巻本は、明の工部年間に原典のモンゴル語を漢字で御写し、さらに中国語の訳をつけたもので、本編十巻と俗集二巻で構成される。一方、十五巻本は、英楽年間に十二巻本を消失して再構成し、英楽大典に収めたものである。 内容的には12巻の方が優れているとされるが、15巻本は、伝存する12巻本が写本を重ねる間にご記したと思われる箇所を補うことができるため、12巻本の交換などにも用いられる。12巻本は、漢字で翻訳されたモンゴル語原文の個々の語彙に、中国語で筑語訳を当て、さらに節ごとに小訳を付け加えているので、 当時のモンゴル語の語彙の発音や意味を分析することが、紀・中世モンゴル語研究の資料としても、大きな価値を持つ。なお、現朝筆詞の署名は、伝尊本に付された中国語署名であるが、十二巻本の冒頭にある、モンゴル語、傍中、カツリンヒモサッシダツサシアスすなわち、モンゴルニューチャトブチャーン、モンゴルの秘密の歴史の要約訳したものと考えられる。 十二巻本は、本編が、チンギスカンの祖先伝承から追いたち、青少年時代、モンゴル公園統一事業の遂行を経て、カン、王に即位する1206年までを描き、俗集が、チンギスカンの征服事業からその死までに続けて、後継者、オゴデの即位、1229年やその地世における、外政や宮廷組織の再編などいくつかの出来事を、記して終わる。 題して前半部分は、チンギスカンとその周辺の言動を、生き生きと描いた、英雄主観的な性格を持つのに対し、後半部分は、エピソードや命令書の引用を書き連ねた、歴史叙述的性格が強まる、とれている。現徴筆詞は、現史、14世紀後半や、終史、14世紀初頭などのやや広大の編纂になる、歴史書と比較すると、 両者には見られない事件に関する記述が多く含まれること、本文が応印を踏み、会話文を多用するなど、文学的な特徴を色濃く持つことが挙げられる。また、全体的に説話の描き方が劇的であり、両者が生き生きとして草原の匂いに溢れると評れる。このように、その優れた文学性や類書に見えない劇的なエピソードは魅力的であり、 チンギスカンを描いた多くの歴史小説が、元朝状筆をとにしている。一方、他書と比較すると、事件の前後関係や経緯、内容などが説明に、都合の良いように自由に改変されている箇所が随所に見られるとされ、記述の史実性には疑問が残るとされている。こうした特徴から、元朝状筆は、歴史書というよりは一種の歴史小説と見るべきとする、見解も見られる。ただ、 幻聴筆詞の語る英雄物語的なエピソードには、終始などとも重なるところ多く見られ、また13翼の戦いの勝敗をはじめ、多史料で見られる過度な陳議図の美化や、失点陰徳がなく、より史実に近いとされる部分も多い。歴史的事実を記録しているか否かは、別問題としても、13世紀後半から14世紀前半の、 モンゴル人たちが先祖の英雄物語として語り伝えた記憶を濃厚に反映した書であると多くの歴史家は考えている。現聴筆至の成立年は長年にわたる論争があり、決着を見ていない。成立年の根拠となるのは、俗集斎末日の第282節にある記述、大クリル隊の開かれたネズミの年の7月に、ケルレン川のコデエアラルという場所に、オルド、 学営があった時に書き終わりた大義である。したがって、江戸が寝年である年に成立したことはほぼ疑いなく受け入れられているが、これがどの年に当たるかについてが問題となる。古くから研究者によって提唱されてきた代表的な説は、1228年、1240年、1252年、1264年、1276年などが、 ある。この他に、寝年に、古帝アラルで開かれたクリル体はもう一回あり、1324年の、大定定即維持のものである。これは、チンギス完在世当時から、あまりにも時代が下りすぎるためほどと考慮されて、来なかったが、1980年代になって、岡田秀弘がこの年を、成立年として提唱した。すなわち、例えば十三世紀末以降に、カ ハーンの外籍として繁栄したコンギラト部族の子を代々がアン、ハーンの家と通婚して皇后を出してきたと言っている箇所があり、13世紀末以降の人々の考え方が混入していると判断できるという。岡田によれば、元朝筆はチンギス官病の祭祀が新王の称号を持つ王族によって始められた1292年から後に、 祭祀のための演技として交渉された章子であり、1324年に筆写されたのだという。現長筆氏は中国では長らく、英楽大典初集の15巻本のみが知られていたが、国外では存在も知られておらず、ようやく19世紀中央に至って、ロシアの手のひらイン、パルラデカファルフによ、翻訳が出版された。一方、12巻本は、真の交渉学者によって、 再発見され、20世紀に至って再発見された12巻本が国内外の歴史家の手に渡り広く知られるようになる。現状氏は成立年代がチンギスカンの死後からそれほど離れていない時期であると考えられ、また原始や終始には見られない記述をふんだんに含むことから20世紀の前半には チンギスカンの青年期を伝える貴重な資料として歴史学において幅広く使われた。20世紀の後半に入り、修士の記述との詳細な比較を通じて、別々の年に起こった別々の事件が同時に連続して起こった事件として記述されていることが明らかにされ、資料として用いる際には注意すべきところがあると考えられるようになった。一方、 モンゴル語による解釈を含めた文献学、言語学的な研究は、日本の中道世による十二漢本最小の外国語訳中、チンギスアセ実録が先駆であるが、広く行われるようになったのは20世紀中頃からである。フランスのペリオ、ドイツのヘイニシ種、ベルギーのモスタールとロシアの皇人、日本の小林孝志郎らが研究や訳中を行った。また、 20世紀の後半に、小沢茂雄が数十年をかけて、幻聴筆詞の詳細な言語学的研究を行い、日本語への善悪及び交換な善尺を表している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。